わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は効果の高いがん治療に取り組む研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学薬学部薬学科、ファン・ジュン先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私は抗がん剤、このナノメディシンの研究をしています。現在のがんの化学療法は一つの大きな問題がありまして、副作用の問題です。で、副作用によって患者さんは非常に苦しんでいる。同時に、治療作用もですね、大いに制限されています。で、この原因はですね、この抗がん剤の選択性が低いとのことです。で、抗がん剤は、がん組織だけではなく正常組織にも行きます。ですので現在はですね、がんの治療に関しては、がん細胞だけを殺す、いわゆる腫瘍標的治療という方法はですね、非常に注目されています。このナノメディシンはこのがんの、標的治療の方法の一つで、薬をですね、選択的に、腫瘍組織の中にデリバリーする方法です。従来の抗がん剤と比べて約数百倍数十倍大きいものです。正常の組織と比べてがんの血管はですね、非常に特徴がありまして、血管内皮細胞の間に大きな隙間があります。さらに血管透過性が更新して、非常に漏れやすいものです。ですので、正常血管からほとんど漏れないこのナノメディシンのような大きい分子はがんの血管から漏れ出してがん組織の中に選択的に集積することができます。この特徴な現象は E ピロ効果といいます。で、私はこの E ピロ効果、および E ピロ効果に基づく抗がんナノメディシンの研究をしています。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ？E ピロ効果はその腫瘍血管の、特徴な現象なので腫瘍血流に依存するものです。血流の豊富な腫瘍では、良い E ピロ効果が見られますが、血流の乏しい腫瘍においては十分な E ピロ効果得られにくい。臨床の多くのがんは腫瘍の血管の、血流の減少また停止はですね、しばしば見られます。ですので抗がんナノメディシンの満足的な治療効果を得られるために、血流を改善することは極めて大事なことになります。この点について私は、この E ピロ効果と深く関わっている、血管作動性因子の一酸化窒素に注目して、一酸化窒素の酸性薬でもありますがニトログリセリンおよび、一酸化窒素の原料である、アルギニンを用いたことで腫瘍の血流を改善されて、抗がんナノメディシンの腫瘍内の濃度またその治療効果約2倍3倍、向上したことが認められました。また一酸化窒素と似たような作用を持つ体内の重要な、ガス分子である一酸化炭素に注目して一酸化炭素の放出薬とナノメディシンの、併用療法も開発してきました。で、このようないわゆる EPR エンハンサーをよって、抗がん剤、抗がんナノメディシンのより効率的な治療効果が、期待されています。ファン・ジュン先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？多くの患者さんはですね、普通に、その、値段も安いし安価なものをさらにその簡単に作れるそういうようなものをですね、求めています。この E ピロ効果の増強という研究はですね、まだその、前臨床の段階で、臨床にどうやってトランスレートすることはこれは一番大事なことです。で、我々使ったその EPR エンハンサーは例えばニトログリセリン、アルギニンなどはすでに臨床で、応用されている薬なので、より早く、トランスレートできるかなと思って、この目標を向けて力を入れて、取り組んでいます。崇城大学薬学部薬学科の活躍がますます楽しみじゃ。